埼玉県立特別支援学校、花あほ一学園は、埼玉県川越市笠畑にある公立の特別支援学校。障害のある子供のための専門的な教育を行う特別支援学校として、埼玉県内で最も古い歴史と伝統を有する。寄宿舎も有する。1889年、幼児院を中心にレン、蓮薫寺。 北院など川越の仏教会が宗派を超えて埼玉慈善会を立ち上げ、川越慈善学校の設置を埼玉県知事に勘願、学校を創設した。山崎豊、横田五郎兵など川越の商人が財政的に支えた。1908年、釈迦の根繁会の日に幼稚院の住職であった石井具館を中心に、今度は文字のための学校。 私立埼玉は教会訓盲学校を幼児院境内に開校した。その後、埼玉県に移管され、埼玉県立盲学校となり、創立102年目に埼玉県出身の盲目の国学者で郷土の偉人である花輪保木一にちなんで、現行名に改名した。ヘレン・ケラーは母親から花輪のことを聞き、手本として勉強した逸話でも知られる。同は、 人物のフルネームを公明にした日本で唯一の学校である。資格に障害のある幼児、児と生徒のための学校で、と幼稚部教育相談例歳児からの一貫した教育を行う県内唯一の学校。また、高等部や高校を卒業した生徒が進学する専攻科では、あんま、マッサージ、視圧師や針師、 休止の国家資格取得を目指した密度の濃い教育を行っている。ありがとうございます。